河内長野市。河内長野市は、大阪府南河内地,地域に位置する市。この市は、1954年、昭和29年に、長野町をはじめとする6町村が合併しており、市の中心部に対しては、旧町名を用いて、長野と呼称される。南部の山麓地域では、奥河内という観光名称が使われ、滝畑48滝合は秋山などの大自然、関心寺や、 金剛寺、高野街道などの歴史的価値のある史跡や建造物が残る。くす氏ゆかりの地としても知られており国宝、重要文化財数に関しては、全国の市町村のうち日光市に次いで12番目に多い自治体であることから、文化財の町河内長野と称される。大阪都心まで約30分、関西国際空港へは約1時間という交通紙弁の地にありながら、 市を囲む山並みは壮観で、市内にいながらにして、大自然を満喫できることなどから、市政志向以降、市内各地にニュータウン、新興住宅地が造成され、衛生都市として発展してきた。週刊東洋経済の日本のいい街ランキングによると2012年発表の総合ランキングで全国788中149位。 大阪府内33市中8位と2010年の288位より大きく順位を上げた。同市の安全、安心な街ランキングにおいては、大阪府内で第1位を記録している。市内全域において10月2週目には、団り祭りが盛んに行われており、分回し、全地区や、引き歌、市町東、河野町、三日市地区、やり回し、 三日市地区などの泉州や南河内など、様々形態の祭りが盛んに行われている。また、河内長野市は、爪楊枝の産地としても知られており、全世界の爪楊枝の生産の大半がここ、河内長野で行われている。南に、泉山脈がある。泉山脈の向こう側は、奈良県と和歌山県で、奈良県側は、五条市、和歌山県側は、 橋本市と伊郡桂木町にそれぞれ接している。河内長野市は北を頂点とした三角形の地域を形作っている。大阪府内で3番目に広い面積を持っている。面積1 0 9 6 1キロ平方メートル、東西1 6 3キロメートル南北1 5 8キロメートルその面積の7割は森林で石川や岩見川など河川沿いに平野が明け。 北に向かって河内平野に続いている。地域の大部分は砂岩地帯、肥沃な土壌と内陸性の湿潤温暖な気候が相まって稲や野菜、果樹の栽培に適していると言われている。大阪府奈良県和歌山県河内長野市と和歌山県を直接結ぶ道路として河内長野橋本間には国道371号線が、また河内長野桂木間には大阪府道。 和歌山県道61号堺桂木線がある。なお、大阪府道和歌山県道61号堺桂木線については、途中の府県境でザオ峠という峠を経由することになっている。地域では2002年に身近な自然環境、生物種の調査が実施されている。その結果によると環境省レッドデータブック等に、基重種に指定されているものも生息している。 また、1981年には、オオサンショウウオが発見されている。地域の昆虫についても、ホタルやカブトムシを、はじめ多くの種類が生息している。以下の表は、地域に生息する貴重な脊椎動物の一覧である。古くからトライ人などが居住した場所でも知られ、県随市として、中国に渡った高婿の原理の出身地でもある。において、 河内国、河州とも言われるに含まれ、西木部軍を中心に編成されており、南河内地,地方にあたる。各地に空海の伝承が残るほか、楠木正重、天中組で登場する地域でもあり、北朝、南朝の安在所にもなった。爆藩時には、河内佐山藩、大見税勢藩、河内西大藩、伊勢神戸藩の所領であった。カーメル氏。 アメリカ合衆国インディアナ州、以前から交流を重ねていた、市内の新京学園中、高の姉妹校がある、カーメル氏と1994年4月8日に、姉妹都市提携の調印が行われ、交流がスタートした。カーメル氏は、人口5万人程度の小さな都市であり、州都インディアナポリス市のベッドタウンである。河内長野市には、モックルというシンボルキャラクターがある。 1997年、平成9年、1998年、平成10年に市民から募集したデザイン349点、愛称535点の中から決定された。デザインについては、死の木、くの木と死の資源である、緑をモチーフに擬人化したもので、また、愛称については、死の豊かな自然を表す、木と、人、町、緑で作る、夢の、和。 仲間、サークルとの造語である。モックルという名称は、黙々と広がる市の未来をイメージさせる、弾んだ五感だという。河内長野市は、地域の大部分が森林なので、モックルは河内長野市の特徴をよく表している。河内長野市民憲章は、1967年、昭和42年11月3日に制定されている。今後 いわゆると連なる山々に囲まれた河内長野市は、清らかな山河と、澄み切った大気の中で、貴重な文化財を伝えてきた、ゆかしい町であり、また、新種と不屈の精神を持って、新しい都市を建設しつつある、力強くたくましい町です。私たちは、この町の市民であることに誇りを持ち、心を合わせて、さらに美しく住みよい町にするため、 ここに、この市民検証を定めました。定数は18人。2018年8月26日時点での開発構成は以下の通り。河内長野市では、豊かな森林資源を生かした爪楊枝や、すだれ産業が盛んであった。中でも爪楊枝は、明治時代から河内長野市の地場産業として発展し、過去全国で使用される爪楊枝の国内生産量の、 約95%を占めた。古くから芋の生産も行われており、工業団地や森工業周辺を中心に、加炭中鉄や、ステンレスなどの製造業が盛んである。さらに、総合種として、天野種が知られており、最上種造で復刻が行われている。産業人口としては、第三次産業が多く、大阪外環状線を中心に、大型商業施設、 ロードサイド型の飲食店や小売店などが連なる。また市政志向以降に河内長野市へ移り住んできた人々の多くは大阪市や堺市などの大都市の企業などへ勤めている。南海高野線で橋本まで行けることから橋本市や五条市などへ通勤している人もいるほか国道170号線大阪外環状線で隣接する泉市へ来るまでのアクセスも容易なことから ハローワーク河内長野、河内長野市小坂井町7-2にテクノステージ、泉立地企業からの求人情報も多く、掲載されている。2009年現在の事業所数は2993事業所、事業者数は26405人。以下は、産業別事業者数の推移。河内長野市の産業。2012年12月現在。 河内長野市内各区域の郵便番号は586から 00XX 河内長野郵便局の周配担当となっている。大正期には高野33系の終着駅であったこともあり、天然温泉を売りに観光地として賑わったものの、高野登山鉄道が延伸するとともに賑にわいは薄れていった。その後も南北朝時代の史跡や数多くの文化財を有していながら、 これらが脚光を浴びることはほとんどなかった。現在は河内長野市と千葉や赤坂村に広がる山麓エリアの観光地を奥河内として局的にアピールするなど再注目されつつあるが未だ隠れた観光地となっているのが現状である。主な観光名所としては古い街並みが残る高野街道や関心寺や金剛寺などの歴史的建造物、 本郷山や岩脇山などの豊かな森林自然や、滝畑48滝などが代表される。天然温泉には、長野温泉、奄美温泉が残っている。祭礼日は、10月体育の日の前日及び前々日。主に境型、住吉型の段尻が、数多く存在する。段尻の氷を持ち上げ、そのバランスを取りながら勢いよく段尻を回転させる。分回しは圧巻。 また、三日市地区では、やり回しも行われる。主な断じりは、以下の一覧に加えて、育成会が所有するものもある。2014年5月18日、日曜日には、河内長野市役所駐車場から南海高野線、河内長野駅までのルートで、河内長野市市政志向60周年記念祝が、断じりパレードを開催。団尻を保有する自治会を中心に、 河内長野市市政志向60周年記念祝が、じりパレード実行委員会を設立した上での開催で、例年は上記の地区単位で栄光している24台のじりが初めて一堂に会した。河内長野駅から三日市町駅までの高野街道や、両駅の周辺、江干し形状などにおいて、毎年10月に開催されるイベントである。 奥川地観光の一つとしてて認識されている全国で3番目に施行した教育立志宣言の理念から特に子育て支援に力が入れられており、全国で小学校3年生からの英語教育と中1ギャップ解消のための小中一貫教育の実施、中学校給食希望者の未弁当デリバリーの導入などが行われた。乳幼児に対しては、 子育て支援施設の充実や乳幼児医療費援助、延長保育、12時間の実施、一時保育や放課後児童会の充実などが取り組まれている。学校 ICT 環境としては、小中学校の各普通教室には、甘熱リプロジェクター、OHC、書画カメラ、ユニット型電子黒板と PC が設置されており、各教室の無線、優先欄などを通じて、 pc 教室のサバからデジタルコンテンツが利用可能になっている。私立三科の大小学校内にあるメディアセンターが中心になって、市内の全小学校で中華人民共和国やベトナムなどの学校とのテレビ会議による国際交流授業を行うなど、先進的な取り組みが実施されている。また、子供の安全、安心な環境づくりの推進として、防災、 災害情報や不審者情報等の緊急情報の電子メール配信、子供110番の家の拡大や、青少年指導員など、地域の青少年育成団体のや市民による見回り活動に加え、2006年度から青色防犯パトロール車による巡回など、活発に行われている。地域をその特性に合わせて区分すると、北部、市街一部、中部、丘陵部、南部、 三輪部に三区分される。北部や中部の丘陵地帯を中心に、小中規模のニュータウンが民間企業によって多く造成された。平成20年3月末現在の市内全体の開発面積は約798.8ヘクタールで、世帯数は22,204世帯、人口は58,016人であり、市内全体の人口に対して半分以上を占めている。 現在規模の大きいものには、南海三河の台や南下台、青葉台などがある。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.03%減の112,518人であり、増減率は、深43市町村中39位、72、行政区域中66位。 平成26年度住民基本台帳人口による増減は3.49%減と改善されつつあるが依然として低くない減少率である。要因としては自然増減、出生死亡は微減の傾向であるが社会増減、転入転出が大きく減少していることがある。これはバブル期に造成されたニュータウンがほぼ完成し、 新築住宅建設数の減少に伴って、転入者数が減少したことが挙げられる。一方、転出者数は減少しつつあるため世帯数自体は連続的に増加しているが、少子高齢化の影響で一世帯あたりの人口数が減少する傾向が見られる。2013年の平均地下工事の住宅地区分は68,942円。M27 標準値。 商業地区分は12万920円。M5 標準地と隣接する大阪狭山市や富田林市に比べると低いが、地下の変動率で見ると、南河内地,地域で2番目に良い値となっている。住宅地区分の最高値は11万3000円枚メートル。以下は、地域別の平均値。地下工事体前年平均変動率を見ると、南河内地,地域の中では、 大阪狭山市に次いで高い値を記録しているが、一時期はリーマンショックや中心街にあるノバティナガノの一時休店などの影響で2010年に商業地でマイナス5.3%、2011年に住宅地でマイナス4.6%の下げ幅を記録していた。その後順調に持ち直し、2013年には商業地がマイナス1.5%、 住宅地がマイナス1.7%と年々、変動地が改善、商業地に至っては2014年にプラスに転じるなど、地価が上昇する傾向にある。市内には、以下の鉄道路線があり、中心となる駅は、奥河内の玄関口でもある南海、近鉄の河内長野駅で、高野街道を意識した内装になっているほか、特急も含めた、全列車が停車する主要駅である。 路線は市内を北から南東に縦断するため、東西方面へは、主に路線バスが利用される。南海南馬駅へは、特急、急行で、最短27分、新大阪駅へは、南海南馬駅から、大阪メトロ未動筋線の理解で約40分の、位置にある。近鉄大阪安部屋京駅へは古市経由の準急で、約40分だが、南海では、 新今間宮駅から JR 大阪環状線、または同大和寺線乗り換えで約35分で到着できる。市内の路線バスはほとんどが南海バスが受け持っている。河内長野営業所の管轄で河内長野市内の一般のバス路線に加え、河内長野市からの委託により、コミュニティバス、モックルコミュニティス、日野、滝畑コミュニティバス、 いわゆる線の3路線も運行している。堺営業所の管轄で大阪駅、南波駅から深夜急行バス、南海深夜急行バスを運行している。1回の直通通学バスが発着している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。